はい、皆さんおはようございます。リルレのお時間でございますよ。皆さんお気づきでしょうかね。僕まだ春キルアップ撮ってないんですよ。今日はですね、エギング長考でですね、春の1キルアップを狙っていきたいと思います。磯場ですね。藻がすごいのよ。ちょっと釣りながらさ、こう紹介するんで、もう早速ちょっとやっていきましょうね。ご視聴よろしくお願いします。1キルアップ釣れど。ポイント入ってきました。はい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 、藻がすごいのよ。ちょっとスローからやっていきましょう。 LC のね 3.55 KM だから、こちらから入っていきたいと思います。見えるほら、もうほらほらほら、もうないのよ今ね。長崎はもうこういう藻が美しいアートじゃないの。もうこれは完全にアートですよ。朝まずめですね今。塩はね、揚げのタイミング、鳥も飛んでおりますよ。朝ですよと言わんばかりに。これ多分イカついとるとは思うけど、まずはね、深場、深い方からちょっと今日はね探っていこうと思う。深いって言ってもね、こういましたね。早い。深いって言ってもね、こういましたね。早い。いいじゃない。これでかいよ。やばい。ゆっくり行きましょう、慎重に。おお。やばい。えらい出るわ。ゆっくりこう、ゆっくり。すごいよ、引き方。江口洋介。ある程度浮かしてから一個ずつしましょうね、こうやって。焦ったらね、あれなんで。だいぶ走ったね。やばいよ。これでかいよ。ちょっと浮かせよう。え？何？うわ、マジかよ。引っかかったな。どうしよう。待つしかないか。走ってくれるの。ちょっと強引に行くのもあるけど。
うわこれ引っかかっとるね。ちょっとやばい。どうしたもんだ。ふう、冷静に考えよう。よし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 ガリガリするガリガリする。よし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 、もう剥がれた剥がれた剥がれた。ちょっとこれを上げようね、上に。さすがに上がった上がった上がった。桃くっついてるわ、桃くっついちゃってる。さすがにでもこれは桃くっついちゃってるけど、さすがに。こういうこと初めてだからさ、起きたの。でかいよ皆さん、皆さんでかい、これはでかいよ。しっかりでかい。よいしょよいしょ。うわ重い、これ重い。うわすごい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 。よっしゃよっしゃよっしゃ、1投目、やばいの来た。1投目やばいの来た。皆さん一時はどうなるかと思ったね。やべやばい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 。これでかいよ、これでかいよ、これでかいから。皆さんこれでかい、でかいよこれ。みなちゃんでかい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 。ちょっとテンパっちゃって、いろいろこれテンパるよ、これこのサイズは。お父ちゃんお父ちゃんテンパっちゃうから、お父ちゃん、ちょっと、みなさん、お父ちゃんやばくないこれ。お父ちゃんやったよ、お父ちゃんやったよ。皆さん測る測るか。よし、ちょっとお水をね、抜いてる抜けてる、もう抜けてる抜けてる抜けてる、大丈夫。ちょっと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 、すごいすごい。いきます、グラムになってますね。僕こっちのカメラで次しますんでね、これいきます。はい、ちょっと手持ちの方のカメラ見えちゃってるから、僕もこれはどう？ピッてピッて言わないね、言わないじゃない。あ、来た、ピー来た。226 45でございます。皆さん自己新記録でございます、ありがとうございます。見てこれ、いいの来ましたよ皆さん。1投目です、朝一撃。ちょっとエギの紹介をしましょう。写真を撮るか。いいの撮れたわ、いいの撮れた。
記念撮影やわ、こんなの。お父ちゃんはどうなるかとかと思うたじゃない。めちゃめちゃ手震えて、親指えぐちなんだけど。エギの紹介しましょう。はい、こちらエギはこちらです。皆さん LC のねスロー 3.5 個、ケイムラカラーでございます。これ朝まずめ強いのよ。何回も見てるんだから、おっきいのがスーってくるの。お父ちゃんってくるの見てるんだから。よし、自己信やったじゃないの。ありがたき。続けてやっていきましょう。タックル紹介の方やっていきたいと思います。エメラルダストイスト RT84M で、リールがですね、ルビアスエアリティの、LT の2500モニー。エギが引っかかったのか、イカがこう、藻に張り付いたのか、ちょっとわかんないけど、剥がしちゃったよ。繊細なのに強い。より好きになりました。まあ、今後もね、大事に使っていこうと思います。ラインシステム、紹介していきたいと思います。P ライン。これはね、デュエルのね、タフ8。0.65 巻いております。リーダーがこちら。デュエルのね、食リーダー。魚に見えないピンクフロロー。これちょっと調べたんですよ。魚に見えない、リーダーということで、まあ、イカにも見えないんじゃないかって思われる方もいらっしゃいますけど、イカっても多分そもそも見えないです。で、まあ、なんでこれを使ってるかっていうと、しゃくった時にさ、魚がラインにこうアタックしてきたりとかさ、タチウオシーズンになったらあるじゃない、切られるじゃない。それ でそれがね、軽減されるんじゃないかと思いまして、こちらを使用しております。いや、藻がすごいのよ。皆さん、楽園です。ほら、はあ、楽園。ここにあったと、楽園行こうじゃないの。天国の向こうに行こうじゃないの。じゃあ行かせていただきます。うわ、この目の奥に刺していきたいと思います。いいとこすぎる。藻の茂みをイカさんは泳いでいくのかな。産卵場にはマジで持ってこいよね、これで締めくくりましょう。いつものやつ。見てるだけでね、これいいわ。1時間耐久とかでも俺いいわ。偏光グラス見てみる。ほら、見てるだけでもご飯進む。これ住みたい、もうここシェアハウスしたいかと。どのもにしようかな。まあ、これが広そうだけど、これ広そうだけど、おしゃれなやつがいいな。屋根がある方がいいから、それにする。それ、これ私んち。よし、納棺しましょう。はい、お疲れ様です。なんと皆さん、自己新記録達成。今ちょっと両手下がってるから拍手できない。自分に向けて拍手をしたいのに拍手ができない。だからやって、今皆さん、ブーにブーにブーに、あー、いいですね。ありがとうございます。いやー、嬉しい。去年に引き続き今年もなんとか2キロアップすることができました。いや、でもさ、藻に潜られたかさ、エギが藻に引っかかったかしたじゃない。やばかったね、あれね。終わった思ったでしょ。僕が一番思った。あーもうこれないものになっちゃうってなったから、よかったですね。こいつよ、今回の MVP はこいつ。エメラルダスのストイスト RT84M、 こいつでしょ。このタックルじゃなかったら取れなかったと思う。ありがとうございます。本当ありがとうございます。いいロットですね。よかったです。まだまだね、春は続くんで、でかいか狙っていきたいと思いますんで、皆さんチャンネル登録、高評価、コメントなんかもボシ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 お願いします。はい、それではご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。
えー